続いて育児の話題をお伝えする産休4ゼロのコーナーです。新型コロナウイルスの感染拡大は子どものあらゆる病気にも大きな変化をもたらしているようです。広島市内の小児科、現在診察時間なんですが、例年ならこの季節人が多い病院の待合室、今日は人がまばらです。この時期は毎年インフルエンザが流行、患者数はピークを迎えますが、今年は違います。とても受診の患者さんは減ってますね。これはコロナが入り出した去年の5月ぐらいからずっとこの状態が続いてますし、特に1月になって、特に減っています。今年は全くインフルエンザの患者さんおられないですね。広島県が今日発表した調査結果によると、先週のインフルエンザ発生数は2人で、病院1院あたり 0.02 人となり、過去5年平均の 31.85 人に比べ大きく下回ります。実はインフルエンザだけではありません。去年子どもに多い手足口病は例年ピークとなる夏場もほとんど発生せず、ノロウイルスなどの感染症胃腸炎も抑え込みができています。その理由は、マスクをして手洗いをして3密を避けるというようなことを皆さん励行されているのは一つ大きいと思いますし、去年の夏に南半球でほとんどインフルエンザ流行らなかったんです。そういうところから普段は冬に日本にやってくるわけですけども、旅行者もいないし出張も非常に減っているということで、人の動きが止まっていることは大きいと思いますね。 GoTo トラベル期間は患者は一時的に増えたため、今後人の動きが戻れば病気は増えると予測します。小さいうちの方がいわゆる風邪は軽く済みますので、年齢が高くなるだけやはり応えますので、ある程度経験、風邪の経験というのは必要、小さいうちには必要だと思いますね。はあ、今は子どもたちには早寝早起き、そしてしっかり朝ごはんを食べて体を動かしてほしいということです。特に運動はストレス発散の意味でも重要です。